地産食材で簡単クッキング、藤沢ごはん始まりました。藤沢ごはん、今回も少年の森からお届けします。今週もキャンプにぴったりの料理をお送りします。そして食材はゴーヤです。はい、ゴーヤはビタミン C が多く含まれています。生産者は下土棚のサッター H さんです。今回作るのはゴーヤの肉詰めです。材料はご覧の通り。まずですね、ゴーヤの肉を詰めるので、先にゴーヤをゴーヤの中をくり抜きましょう。はい、これをまず半分、2分の1に切って、そうやって半分に切る、ね、そうです、半分に切ったらグレープフルーツナイフなどでこのように中をくり抜きます。中の方まで開いてると思います。くり抜いた中に小麦粉を入れて、よく入れました。はい、くっつけます。はい、でこういうふうにちょっとやります。お子さんと一緒だと楽しいですね。そうですね、ちょっとこういうふうにやって、そして、はい、中に粉がつきました。はい、続いて具材作りです。鶏のひき肉、溶き卵、種を取った梅干しなどを合わせてしっかりかき混ぜてください。梅も固まったりしてるので、ちょっとよく引っ張る。かき混ぜた具材をゴーヤに少しずつ詰めます。叩いて落とします。入れてあげるんですね。そう、そうしないと一番下の方には入ってないんですよね。これ入れないと。何を笑ってんの入らない。いっぱいすぎるんだよね。そんな時はお箸などを使ってしっかり奥まで詰めてください。具材がゴーヤの中にしっかりと詰まったら、はい、じゃあこれをホイルに巻きます。これはこれとこうだから、で今日は鉄板で焼くので、あ、でもホイル焼きっていうことなんですけど、お家でもできるので、うちでもフライパンでできるので、はい、フライパンでやってみてください。じゃあ焼きましょう。鉄板で、はい、ね、鉄板で乗せましょう。ちょっと焼き、鉄板に油を引き、ホイルを巻いたゴーヤを乗せ、大きめのボールを上にかぶせて20分待ちます。はい、それではホイル焼きの様子を、そうですね、見ましょう。はい、はい、中から透き通った汁が出れば、串などを使って焼き具合を確認。焼けたら食べやすい大きさに切ってお皿に盛り付けてください。キャンプで簡単、ゴーヤの肉詰め完成です。果たしてお味は。今回も職業体験の中学生のお二人と一緒にいただきましょう。はい、いただきましょう。はい、いただきます。いただきます。生姜が効いてて、効いてるんだよね。苦味と生姜で爽やかです、うん、なんか思ったより食感が柔らかくて、うんうん、で味噌がすごい効いてて美味しいです。あ、味噌、はい、それが味噌なんだゴーヤの肉詰め、ぜひお試しください。